ミスワカナ、玉松一郎は日本の昭和初期から太平洋戦争中にかけて活躍した夫婦漫才師である。ワカナはイブニングドレスを着て、一郎は背広にアコーディオンを持ち、喋くりを基調としながら時折歌を交えて華麗に繰り広げられる漫才は、横山円達、花火師や茶子と並び一世を風靡した。ミスワカナを名乗った人物は4名存在するが、 初代が最も有名である。初代ミスワカラは、鳥取県ケタ郡軍会徳村出身。幼い頃から、父と共に巡業するが、4歳の頃に、父が死去、9歳で、本格的に、芸会入りし、後に、安木説の山村出雲に12歳まで支持した。そして14歳で2代目、川地屋義春に入門し、川地屋小吉を名乗る。この頃は、 玉子や金之助と組んでいた。後に玉子や金之助は巨婚となる。玉松一郎は大阪市淡路町出身。1923年に大阪貿易語学院を卒業後、音楽家を志し、無声映画の伴奏をするオーケストラで、チェリストやドラマーを務める。愛称は玉市さん。若菜は1925年に初代平和ニコニコとコンビを組み、 千日前ラック地に出演し、この頃は第八回小族、同地で一郎と出会い恋に落ちる。しかし、幼少期から、いいなけの卵や金之助がいた若菜は、1928年郷里に戻り結婚して、後の三崎のみをを設ける。一方、一郎も両親に反対され、仕事まで辞めさせられる。翌1929年に若菜は大阪に戻って、 活動再開。一郎も活動を再開し、たまたま玉作りの朝日座で無声映画で伴奏をしていたところ、若菜も近くの玉作り元町の参考館で漫才の修行をしていた。ある日タバコを買いに出かけた時に二人がばったり再開し、周囲の反対を押し切って西へ駆け落ち、記者の中でコンビの結成を決意し、玉松一郎の芸名は出会った場所の玉作りの たまに、一郎が当時住んでいた北区松ヶ江町の松を取って名付けた。広島の小屋で、一郎がセロを持ってやる、音曲漫才でコンビ初舞台。中国、九州地方を経て、中国陳太をへ渡った。同地では漫才を続けていたが、一郎が、土地になじめず、腎臓の病気で体調を崩し、塞ぎ込む日々が続く。若菜は家計を支えるためダンサーやタップに挑み、 一郎はこの頃にアコーディオンを習得した。帰国後の1931年、若菜は、都や若菜に改名して一郎とコンビを組み、若菜万歳一座の名で、九州地方へ巡業する。1937年3月に、林昌之助が、広島呉の清水工業にいた若菜と一郎を誘い、吉本工業へ入社させ、コンビ名を、ミス若菜、玉松一郎とする。 意向寄せ、ラジオ出演、レコード録音を盛んに行う。1938年1月には、わらわ主体の一員として、中国戦線へ移問を行う。1939年4月、新興記念マ園芸ゲに引き抜かれ、吉本工業を突然退社し、大騒動を巻き起こす。1940年、風紀上、好ましくない芸名の解明を求めた、内務省の通達、 その後、若菜は、ある妻子持ちの俳優に夢中になり、1944年に一郎と離婚するがコンビは続ける。1945年、終戦を、京都南座の芝居、勝利の日まで、勝ち抜く日まで、の上演の初日で迎える。この芝居は、米兵の役を、島広氏が、日本兵の役を、若菜が務めた。しかし、これは、戦意公用の芝居だったため、 漫才作家のヤギ賞が翌日から急遽内容を変えた。1946年、阪急西宮球場での野外演芸会の帰りに、阪急西宮北口駅のホームで、若菜は心臓発作を起こし、36歳の若さで急成する。ヒロポンの中毒と過労が原因だったと、続説されているが、当時付き人だった女性の死ぬ2年ほど前から、 薬物は止めていたとの証言もあり、直接の原因ではないだろうと言われている。なお、ヒロポンの中毒に至ったのは、一郎の知り合いに看護師がいたため、勧められたのが要因だったと言われている。また、自宅が近所の京都木屋町で、亡くなる当日も一緒に、仕事場の阪急に西宮球場に、ハイヤーで向かった女優の森光子によると、小声で、これはい。と言われ、 ハンカチに包まれた小箱を渡された中を確認したら薬が入っていたという。その後、球場から帰宅の際に、さっきの箱を大きにと言って、再び受け取り返ったという。森によると、晩年はヒロポンではなく、ナルコポンを打っていたという。ま島し氏によると1940年頃からヒロポンを覚え、1942年頃から中毒がひどくなり、 終戦直後は楽屋に閉じこもったり、意味不明なことを言ったり書いたり、舞台のネタを間違えたりとちったりするなど、異常をきたすようになったという。また、睡眠薬をやっていたとか、心臓に病を持っていたとも聞いたという。墓所は、京都市北区光年寺。若永が世を去った後、一郎は二代目若菜とコンビを組むが、半年で解消。以後、三代目若菜。 四代目若菜とコンビを変えて、1963年に一郎が亡くなるまで若菜、一郎として、恵比寿橋小畜や角座、吉本の旧梅田花月などで漫才や創立当初の吉本バラエティの出演などを続けたが、前世紀の輝きを取り戻すことはなかった。著書には旅の連れ連れがある。これは1946年に、 地方巡業の際に書き記した日記を元として、弟子の松森和夫によって上司された。若菜の弟子にミス若カミス若カミス若子、ミス若カ女優の森光子、らがいる。一郎の弟子に玉松キャップ、大見五郎、玉松三郎、八郎らがいる。また多芸で、比較的若菜と芸風が似ていた、藤陽子は、東京のミス若菜と言われ、人気を博した。 1958年3月に、小竹と新生プロダクション、情報演芸の三者合同で、若菜の追善工業が行われ、弟子や縁の芸人が多数出演した。初代若菜の鉄砲のごときスピード感で繰り出される変幻自在な和術と歌、傍用としていながら実は、絶妙に若菜を受ける一郎のツッコミとアコーディオンの演奏は、現在も、なお非常に高い評価を得ている。 若菜、一郎は、女性が男性をやっつけて、話の主導権を握るという女性上位漫才の外も、言うべき存在であり、宮古町長、なんと、雄二、三須若菜、島広志、島田洋之介、今季大など、その後多く輩出される男女コンビに、大きな影響を与えた。華奢な若菜は、大柄でお世辞にもハンサムとは言い難い一郎を、目はちっちゃいし、鼻は開いてる。 横で鼻をパクパクさせているなどと攻撃し、大いに笑いを取った。また若菜は、その人並外れた記憶力と優れた音感を武器として、歌唱力に長けていたばかりでなく、日本全国の様々な方言を自在に操るという離れ技ができた。現在も SP レコードで聴くことができる、若菜の放浪記、全国婦人大会、わらわ死体、若菜節などは、 すべて若菜の天才ぶりがフルに発揮された傑作である。初代若菜は気象が非常に激しく、その生き方も極めて自由奔放であった。若菜が生前可愛がっていたという森光子主演による演劇作品、おもろい女は期待の天才でありスターでありながら、ヒロポンによって体を蝕まれやがて自滅してしまう、その儚くも壮絶な人生を描いている。森の死後は、 藤山直美によって演じられている。また、1987年に、花王名人劇場で放送された、日本商売人では、宮川大輔、花子が、若菜、一郎を演じている。当時、吉本の会長だった、林翔之介は、大輔、花子に対し、おまはんら、若菜、一郎の名預かっている境、菅変換と襲名を進めていた。ありがとうございます。